トーマス・スティーブン・ホーリーは、アメリカ合衆国の政治家。ワシントン州選出連邦会議員、連邦会議長、中日アメリカ合衆国大使を歴任した。1929年3月26日に、ワシントン州スポケーンに出生する。シアトルの名門ワシントン大学へ進学し学士号と、法務博士号を取得、弁護士、州の司法時間を経て1964年に、 民主党から連邦会院議員に当選。以来30年間当選を重ねる。1989年第57代会院議長に就任。1994年に民主党大敗の煽りを受けて落選。現職会院議長の落選は、1862年にガルーシャ・エイクローが落選して132年ぶりであった。選挙区であるワシントン州は、 日本との関係が深く、ホーリー自身も新日派として、日本との交流に熱心であった。この点が評価されて1996年に、君一等局実党課題受賞に著され、1997年には、ウォルター・モンデールの公認として、駐日大使に起用された。在任末期に、愛媛丸事故が発生し、その処理に奔走した。着任の翌年より、 中日アメリカ合衆国大使館の敷地の賃貸料の未納を引き起こし、以後彼の在任期間中には敷地の賃貸料は未払いのまま任期を終えた。2013年10月18日、ワシントンの自宅で死去。万84歳没。柔道を趣味の一つとし、そこから派生したブラジリアン柔術も学んだ。大使館の地下には畳が敷かれ。 大使用の充実技も置かれていたという。初期に野蛮、残酷と批判された総合格闘技というスポーツにも理解を示し、米国大使として中日中だった1999年に日本で開催された UFC23 大会ではヘビー級王座決定戦に勝利したケビン・ランデルマンのベルトを幕役を務めた。ありがとうございます。